皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、僕の夏休み3実況プレイのパート6、8月6日です。やっていきます。さあ前回はね、ちゃんと時間通りに寝ることができたので、ラジオ体操をしっかりして今日も一日頑張ろう。今日の夜やるってさ。肝試し？お、うん。何それ？ではいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さて朝ごはんもしっかり食って、よし、じゃあとりあえず日課をこなしていこう。虫とかに変化ないかな。とりあえずスバメチェック先にしよう。うん、異常なし。ではスペシャルウシウシ号にミルクをあげましょう。これをスペシャルウシウシ号にあげればいいんだ。まずは乳搾り。てかこの子、ティダメ、全然出ないな。お母さん、お母さんもうちょっとちゃんと、ね、お子さんにミルクを与えて。たまにはちょっと他の牛からもいただいてみよう。アントワネット、ほっほっよっほい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 、いっぱい出るね。ありがとう。あ、もういっぱい。これもう一回話しかけるとどうなるんだろう。ダメ。はい、おお来た。フランスはぐるぐるマッサージ、左スティックを回転させる。おーおーおーおお、ミルクの出が良くなるように。なるほどね。まだ出る？ダメ。あ、出る。お、マッサージするといくらか効果あるんだな。はいよ、マットさん。お前なかなか可愛いな。でも僕の方が可愛いんだからな。スペシャル収集号は。愛好意識燃やすんじゃねえ。かなり一生懸命ミルクを飲んだ。よし、お腹いっぱい。さて今日は。僕くん、うちの牧場の牛さんたちの名前もっともっと教えてあげよっか。うん、教えて教えて。最後かな。この子はホルス、
うちの牧場一のハンサム牛なんだけど、こう見えてもレディーなんだ。そうなんだ。へえ。ちょっと強そうだね。でも怖くないの？名前がすごいもの。牛はみんな大きな音を嫌がったり臆病な性格なんだけど、ホルスは特にそうなんだ。あらら可愛げがあっていいじゃない。晩御飯クイズは？僕くん、今日の晩御飯は何でしょう？何でしょう？ヒント、コトコト煮込んで作ります。なんだろうね。あ、シチュー。なるほどね。じゃあ、当たるか外れるかわかんないけど、いや楽しみにして待っててね。北海道、それもこの牧場のホワイトシチューなんか最高じゃないですか。絶対うまいもの。卵ないね。ちょっと持ってたかな、持ってたかなって。今もし今あったとしても絶対腐ってるけどさ。さあ、蜜になった効果は。何かいるかな。お、なんだこりゃ。ん、普通な、なんかそこまで面白くねえな。ここノコギリ貝出るの？ダメか。やめとこ。ていよし、次水やり。よしよし。ほっ、よいしょ。俳句を教わりに行こう。新しい虫が出てこないな。もう少し話進んで行ける場所とか増えないとダメかな。さあ、おいた。おめえじゃねえ、多分違う。どれだ。来たでは。ニュウムシ来たー。久しぶりのニュウムシ。お、お前もか。カバイロシジミ。おお、そんなのもいるんだ。あとは、えべ、余計なマップ切り替えしちゃった。よし。こんにちは。よし、またまた一句できたべ。吹きの葉にわらべが一人雨宿り。おお、なんかちょっと綺麗。こういうのね、結構好き。85。なかなかいい評価だべ。いいセンスしてんな。よし、よし。じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。やってみよう。どうしようかな。セミシグレ。いや。どうしようかな。風香る、わらべが一人ジンギスカン。
風香る。わらべが一人。ジンギスカン。わけがわからん。マジで。なかなかの出来栄えだな。名付けて。マジで。さて採点は。いつでもどこでもジンギスカン。マジかよ。やった。これは夏の終わりの物悲しさに。どこか通じるところがあんな。本当に？なかなかすごい。本当に言ってんの？見直したべさ。何また昇級すんの？これにて中級合格。二級を与える。昨日の今日で二級に上がってしまった。次回また精進して頑張るようにな。結構適当に作ったのにな今。あんなんでいいんだ。なるほどね、狙っていけばいいね。あの手前のなんだ、なんか捕まえた。ミギス、もういるわ。怖っ。ここ前回見つけなかったんだよな。おっやったね、うわさん。前回のちょっと大きいかな。あ、おち、お肉輪だ。お肉輪ゲット。やったね。赤足か。赤足はもううち強いのいるよ。こいつ大きいけどさ。一応もらっとくか。またか。なんだこ。ちっちゃいやつ。もともと、うん、持ってるのと同じくらいかな。もういない。オッケー。砂糖水。よし。さて今日は何しよう。釣りとか全然できないんだよな。何をどうしてすればいいのか分かんない。ていっ、魚も泳いでるんだけどな。この船はこうなんか関係してくるのかな。ていていてい、お、捕まえた。手づかみで。特別面白い発見もなく。お、なんか見っけた。バングラディッシュ人民共和国。お、10枚目だ。まだあったりしないかな、このところに。そんなに危ないか。で、まだそんなにね、長時間潜ってられるわけじゃないし。ところとかいいな、ありそうだけどな。よいしょ。よし。
何釣りがいいんだろう、こういうところって。それが2番。お、もう釣れた。早っ。うぐい、うぐいが釣れました。えい。急に釣れない。やっぱ足りがに、あ、そういうわけでもない。お、来ないぞ。いやー、のんびりしてんな。僕負けちゃった。まあ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 、まあ、いずれまたゆっくりと。この辺いっぱい蝶々飛んでるけど、ニューム C ね。あ、録画終わった。何かいるかな。あれミスの効果出ず、残念。ミス塗ったらどのくらいで効果で始めるって言ってたっけか。お昼くらいってなかったっけか。ザリガニって内地とこっちじゃ違う種類なのかな。なんで。テレビで見たけど、あっちのザリガニって赤くね。それって当たり前じゃないの。この辺で赤いのなんか見たことないべさ。何か聞きたいことあっかい。あ、それは日本ザリガニとアメリカザリガニの違いでしょうね。技レベルとは、石を鍛えて技レベルを上げると新しい技を覚えんのさ。そうすると牛の強さもなまら変化することになんだわ。技と相手の相性も重要さ。いろんな組み合わせを試してみようぜ。そうだね。まだ何か聞きたいことあっかい。キングとは、牛の種類ごとに一番でかくて強いやつをキングって呼んでるさ。虫ランクでキングをリクエストできんのは1日1試合だけね。まだ何か聞きたいことあっかい。なるほど。相性のいい虫にだけやたらと強いやつもいんのさ。対戦メモで過去の成績を見るとよくわかるべさ。あと叩くことで強さが変わる虫もいるんだ。苦手な組み合わせの時は背中叩きを試してみな。ま、いろいろと実験してみるべさ。まだ最後、負けそうな時、対戦中に不利になったら牛の背中叩き見るべさ。そういうのもあるんだ。まだ何か聞き、うん、早速ちょっと試合をお願いしてみようかな。ちょっと特別他に予定がないからさ。へへ、わやにしてやるぜ。わや、私もやるよ。さて、今日入手したお肉屋さんを出してみようかな。最初は僕からさ。相手がいきなりちょっと強いぞ。あ、でもこっちスタミナ多いな。よし、行け。押される。え、力負けする、このまま。お、お、お、なんだ。お、よし、行け。もう一発、もう一発、もう一発、頑張れ。お、おい、こらえろ、頑張れ。よし、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 頑張れ。おー、いいね。あ、失敗した。くっ。
で負ける。お、よし。お、足引き。ギリギリ勝った。じゃ次は俺の番ね。ただ技めちゃめちゃ出すぞ。これでっけえの来たな。力では勝てない。まずいか。おっと、お前もうっちゃり使いか。向こうの天敵は鬼クワダメさ。次は私だよ。あ、なるほどね。勝ってね。お前もうっちゃりが使えるとはな。足引き。勝ってね。まだまだ。何をする気だ。勝ってね。足引き。頑張れ。あれ。く。頑張れ。く。いけ。ああ、まずいか。ああ負けた。いやーでもこいつは将来性があっていいぞ。よし、じゃあ次僕は行ってみよう。一旦しとこ。勝ってね。負けないで。おー、いいね。なぜそう下がる。力ではやっぱりまだ勝てないか。おーおーおー、ガブリ寄り。まずい。勝ってね。頑張れ。いけ、そこよ。よっしゃ、もうちょい。こらえろ。勝ってね。もうちょい、もうちょい、頑張れ。よし、いいね。負けちゃったしや。技レベルがアップしたぜ。今度はどんな技だべ。次は僕の番だ。危ない危ない。ノコギリのメス強いよ。技出していこう。いいね。攻撃力は低いけどいいよ。まずい。頑張れ。頑張れ頑張れ。あ、いいね。もう一発決めてやれ。もしかその新技とやらを見せてくれ。よし、行け。おっしゃ、いいね。安定のすす払い。じゃ次は俺の番ね。お、でかいの来たぞ。技で勝つしかないな。頑張れ。やってれ。おし、いいね。もう一発、もう一発決めてやれ。うわー、投げられた。相性悪いのかな、ノコギリと。じゃあこっちのノコギリも出すさ。よし、力でも勝っている。問題は技だ。ぶちかましい。もう一発やってれ。よし、押し出し。よし、いい塩梅で成長してます。体力ももうかなり多くなった。勝ってね。うっちゃり気をつけて。負けないで。うっちゃりに気をつけて、技出していこう。技を、技を。怖いよ。ほら来た。ほら来た。これだもの。カスカさん、カスカさん先生、負けないで。頑張れ。あ、よし。負けちゃったしや。次は僕の番だ。ちょっとこいつ一回調子乗ってみるか。キング。僕持ってない。ハヤトチェンジするべ。俺持ってないぜ。緑チェンジ。ごめん、持ってないんだわ。いねえのかよ。誰も持ってないみたいだべさ。
強い。じゃあこれにしよっと。カマキリだと？勝ってね。カマキリ。どこで拾ってくるんですか。うわあ。これはちょっと相手が悪いよ。カマキリ連れてくるか。そりゃどうしようもねえわ。じゃ、したっけ、したっけ、バイビー。やられたぜ。そんじゃ僕くん、また虫相撲をやりたくなったら呼んでね。お。よし。お。車バッタ。新しい虫ゲット。どうしよう時間まで。今何時だ。まだこんなもんか。ちょっと時間のペースを変えよう。これ本当にやることがなさすぎる。それでちょっといろんなところを探検してみようかな。間違えて、間違えた。よいしょ。特別何かというものはこれと言ってないっすね。夜はなんか楽しいことがありそうな感じはしてるんですが、お姉さんとこ行ってみようかな。なんか道順覚えてきた。いらっしゃーす。ねえ、こっちの大きな箱は何に使うの？え？それは作ったものをゆっくり冷ますために使う除霊釜さ。徐々に冷ます釜って書いて除霊釜って言うんだ。ほう。ガラスはゆっくり温度を下げていかないと割れちゃうんだわ。でも除霊釜を使えば一晩かけてじっくり冷ますことができるってわけさ。なるほど。ガラスは、あ、夕方だ。まれた。扇風機。こらクソガキ、何すんだよ。ごめんなさい。今度やったら島流しにするからね。怖えよ。島流しときたもんだ。お、やった。顔半分にっこり。この時間だったらまた別に虫出るかな。てい、てい。はい。僕くん、こっちに来たらたくさんお腹が空くだろう。うん、そうだね。牛さんは一日に食べる牧草の重さと出す牛乳の重さが同じくらいなんだよ。へえ。食べる量と出す量が同じ？そう。ま、その他にも水もいっぱい飲んでるけどね。へえ。おっと、瞬間移動だと。ご飯だよ。
回り込まれた。じゃあいただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、肝試しって本当に怖いところへ行くの？そうだよ。どこに行くの？お墓だよ。夜にお墓に行くの？そうだよ。あそこは知ってる家のお墓ばっかしなんだわ。だから知ってるお化けしか出ないよ。当然あんたも来るんだよね。はい。じゃあこの後すぐに三つ吉へ行く途中の道が分かれてるとこまで来てね。なんだか大変なことが起きそうだ。うん。じゃあさっと風呂に入っていこうか。風呂に入ってから出かけるっていうね。はい、スリー。さて、じゃあ行ってやろうじゃないか。間違った。こんばんは。じゃあ今日は少し涼しいね。きっとお化けが近くまで来てんだわ。道はそういうこと分かっちゃう子よね。これって学校？レンガだ。そう、うちの小学校なんだわ。花形小学校。あれ？なぜピアノの音が？ここはどこ？僕の家がやってるお寺さ、幽庵寺って言うんだわ。お経が怖えよ。誰から行くか決めよう。じゃんけんね。グー。じゃあ行くぜ。じゃんけんじゃらけつ犬のクソ。なんじゃそりゃ。僕くん以外はみんなパーだわ。僕くんの負け。絶対何選んでも負けるでしょ。というわけで最初は僕くんね。そんな。なんまら嫌がってるね。だって怖いもん。何事も経験っしょ。僕さっきのピアノの音だけでもすっごく怖かったのに。何それ。さっき学校からピアノの音がしてたんだ。え、中は明かりもついてなかったのに音が聞こえたよ。休み中は誰もいないべさ。それって本物のお化けだ。一目散。そして置いてかれると。帰り道が分からなくなっちゃった。どうしよう。まあ少し見て回るか。お、この木ってもしかするとクワガタの木かな。お、いいね。何かいるかな。ん？やったね。ノコギリ。お経が怖えよ。何かいるかな。何も。ダメ。お、あー同じか。怖えから。ノコギリ。オス47。でもとりあえずこれで探検できる場所が増えた、ね、明日はまたこの辺探索しよう。ミムシ、どうだどうだどうだ。来た。今何時だ。9時か。あんまりあちこち行けないな。細かい探索はまた次回に回そうか。
の中にいんな。姫草切りビッグ、大きいならもらっていこう。墓石に亡くなった時の土地が書いてある。何々？よし行け。よし長っけ。よし行けパート2。はい。よし岡家。吉本家の墓。吉本ってあれだよね、牧場だから。おじさんのうちの吉沢家。なんでみんな吉ついてんの。おっと、お化けだぞ。あらららら、あらららら、まったくだらしねえな。やりすぎじゃねえか。あれ、何してたんだっけ。よし、じゃあまあ今日はこのくらいでやめておこうかな。ってか結構いい時間だな。そうか、時間を戻さないと間に合うかな。とりあえず直行で寝に行こう。捕まえた虫チェックも次回でいいや。間に合うか。アウトだ。残念。間に合わなかった。ボクくん、絵日記書いて、おやすみなさいしよ。気づくのも遅かった。おばちゃん、おやすみなさい。よし。肝試しに行ったよ。夜は暗くて怖いけど、肝試しはもっと怖いんだ。夜のお墓にぽっかり月が浮かんでた。もうほんと不気味なシーンだね。はい、というわけで僕の夏休み3実況プレイヤー8月6日最後までご視聴いただけるとございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てけるなー。